コンチャンネル始まるよ。おはようございます。今日はワゴンニュースをお伝えします。まず最初のニュースです。4月6日木曜日に木次駅でお花見を兼ねて新宿流行人の皆さんと懇親会をしました。いらっしゃいませ。はい、おはようございます。お待ちしておりました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お待ちしておりました。今年もたくさんいろんなイベントを予定しておりますので、ぜひ皆さん芸備線、木次線を利用して西条駅や新地駅の方に遊びに来ていただけたらと思います。では次のニュースです。4月7日金曜日、芸備線に乗ってお花見サイクリングモニターツアーが開催されました。今後もですね、夏とか秋に向けていろんなコースをガイドしたいなと思ってますので、ぜひ皆さん e バイクのレンタサイクルをご利用ください。ご予約お問い合わせお待ちしております。では次のニュースです。4月8日土曜日、熊野神社で檜山伝説ガイド瑞原の会の皆さんと勉強会をしました。それダジャレですか？それ。これはここのじゃあ天狗の。これちょっと切りましょうよ。
ど。ねえ、いやすごい綺麗ですね。でも中この年輪見て、やべえ、これ数えたらすごい。気をつけよう、ちょっと足元気をつけて。あ、はい、気をつけます。あ、すごい、今後もツイハーの会の皆さんとは一緒にいろいろですね、お勉強会とやっていきたいと思いますので、皆さんにもまたご案内できたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。では次のニュースです。4月13日木曜日、西条紫水高校の地域貢献の講座を NHK ワールドジャパンさんが主催していただきました。今回ですね、NHK ワールドジャパンさんが取材をしていただいたということで、ジャパンレールウェイジャーナルという番組の中で、岐路に立つローカル線というのをテーマに、京備線、木次線を取り入れていただきました。その中で、西条紫水高校の地域貢献活動と一緒にですね、取材をしていただきましたので、そちらの内容は5月中旬に放送予定となっておりますので、また放送日が決まり次第、観光協会の SNS でも報告をさせていただきますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。では4月から5月のイベント情報をお知らせします。4月29日土曜日祝日ですね、熊野神社神祈大祭悪魔野さんが開催されます。はい、熊野神社の春祭りということで、久しぶりにですね、開催しっかりできることになりまして、まあ神事は毎年やってたんですが、今回イベントもライブ、神楽とかヒバブンと、ゲームなども準備してますので、あとゴギの塩焼きとかですね、イザナミ茶屋さんの飲食の販売もありますので、ぜひ皆さんお誘い合わせの上、奥間野さんへお越しください。お待ちしております。では次のイベントは5月4日木曜日ですね、広島県民の森で広島コッカー邪剣というアメリカンコッカースパニエルのオフ会が開催されます。こちらは国会以外でも参加 OK ということで、トイプーちゃんとかですね、他のワンちゃんも来られるみたいですので、私もこっちのミニヒバゴンと一緒に取材に伺う予定となっております。キッチンコーなんかも来るみたいでですね、とても楽しいイベントになりそうですので、ぜひ皆さんお誘い合わせの上、春の県民の森に遊びに行ってください。お待ちしてます。ご参加ください。